中国の中信証券は23日、昨年の収支を公開し、調べを受けた幹部6人が全員任期満了したと示しました。一方、同社副会長で中央宣伝部長、劉雲山の息子の劉楽飛氏の報道はありません。劉氏は昨年中国株急落をめぐるインサイダー取引疑惑で停職処分を受け、パスポートは押収、出国禁止にされたと言われています。中国武順特攻の会長、楊華氏が24日午後、自宅で首吊り自殺しました。同社は国有企業の東北特殊鋼集団傘下の上場企業で、重要な生産基地の一つです。イギリス紙タイムズは、オリンピック代表選考会を前に、中国が5人のドーピング結果を隠蔽したと報道し、世界反ドーピング機関は調査を表明しました。これに対し、中国水泳協会は、6人の選手のドーピング検査結果が陽性であることを示し、隠蔽を否定しました。2016年、広東省西安マラソン大会で、選手に配布するギフトの中に、見た目はケーキと思われる包装の中身が石鹸でした。食べてしまった選手は少なくなく、病院に運ばれる選手まで出ました。